大丈夫そう？やばいやばいやばい。ごめんなさい、寝てました、今。やばい、ガチの寝起きさらしてる、今。ガチで、やばい、はずい。はずいはずい、今、あれだよ。え？なんであ、やばい、この辺の髪がやばいし。もう爆睡してた。寝てるんやろうなって思った。ごめんなさい。寝てた。ツイッターでね、告知した後に寝てました。普通に。やい。3分から始めて、38分までや。マジでごめん。これさ、大丈夫？ 3 分遅れちゃったんやけど。マジでごめん。寝坊ゼロで行きたかった。いける？大丈夫？もうマジで悔しい。最初できるか大丈夫？本当？やばい。しかも前髪流れる方向逆だし。初めて来ました。まだ寝てる顔。恥ずかしい。すいません。ありがとうございます、皆さん。泣かないで。ごめんなさい。すいません。ギリギリを攻める。やばい。ギリギリ攻めてダメでした。私もアラームさっき起きました。一生、やばいやばい。ギリギリ攻めるつもりなくて、いつも、配信の30分くらい前に起きるんですよ。でもなんか今日は朝配信の時も10分前に目覚めて、やばいやばい。やばい。寝起きで顔さらしてるのちょっとやばい、普通に考えて。ずっと同じ角度で話しとこうかな。誰って感じ。やばい。やばい。本当にごめん。昼休み、星投げに来た。ありがとう。キンキンさん、ハットありがとう。やばい。ガチで、今日やばい。顔もやばい。昼の星投げに来ました。ありがとう。ごめんなさい。ガチ連呼しました、今日は。チキン南蛮さん、かわいい。ありがとう。二重の調子も悪いし。やばい。ほら、顔めっちゃむくんでる。リーダーさん、誰もありがとう。やばい、顔がすっごいむくんでる。ちゃんとご飯食べや。お母さんや。なんだったの、ロンティ。バレた？はずい。めっちゃ。顔が小さい。やすさん、ピオラーさん、ありがとう、ハート。やばい、これ本当にもうやばい。本当に画面録画して YouTube に出さないで。ガチ寝起きが恥ずかしすぎる。恥ずかしい。しかもリップないし、今。唇乾燥してきた。おはようございます。すっごい顔むくんでる。かわいいスタンプありがとう。やばいしか言ってない。今日やばい、やばい、やばいしか言ってない。やばいしか言ってない。あ、やばいって言っちゃう。リーダーさん、ありがとう。やばいって言っちゃう。やばい。私今、やばいって単語禁止されたら本当にやばい人や。
エリさん、ハートありがとう。やばい、語彙力ない。やばい。やばい、やばい。止まらん。ちょっともうリップないんでピント塗ります。やばい。ほら、やばいって言っちゃう。現代っ子、現代っ子とかの、あれじゃない。やばい、やばい禁止されたらやばいよ。ほら、やばいよ。やばい、ずっとやばいって言ってる。やばい、もう、やばい、とつぼにはまってる。やばい、あ、やばいって、やばい。やばい、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 止まらんわ。止まらん。みんなこれスクショしてツイッターに出さないでください、本当に。振りとかじゃなくて、マジで嫌や。やばいもん、顔。あ、もう、やばいもん。やばい、やばい。ホワイトボード覚えてます。まだ買いに行ってないです。トヨタンさん、だるまありがとエリちゃん。ハートありがとう。やばい、星投げと50カウント。完了、ありがとう。やばいね、あやか。ちょっとガチ寝坊して、本当に頭が、ボケてる。スパークション一さん、ハートありがとう。ね、でも前髪がやばいもん。前髪がね、まだマシだったらこんなやばくないんだよ。スピン綺麗だから、まだいいよ。全然綺麗じゃないんですけどね。やばい、やばいってめっちゃ言っちゃう。多分今さ、前髪っていう、前髪じゃない、やばいって単語をさ、もう、この、短時間で何回言ってるんだろう。もぐもぐ配信どころではないね。もう全然、全然ですよ。起きた瞬間の感じ再現してほしい。やばい、間違えた。やばい、やらかしたっていう。夕ご飯食べてないです。ガチ寝起き。よく起きれたね。ね。アラーム鳴ってなかったんだけど。本当に、ちょっともう、悔しい。トヨタンさん、だるまいっぱいありがとう。ちょっと引きで、と、顔が不細工すぎるわ。起きれてよかった。本当に、本当に起きれてよかった。ちょっとツイートしよそう。最短さん、アイスありがとう。やばい、お腹鳴るし、やばいじゃん。やばい、やばいしか言ってないじゃん。で、しかも、さっきさ、二度寝する前にさ、ちょっと、やばい、引きで取らないと顔がやばい。なんか、ここ長くない？今日。うな、パーツ埋まってる今日、鼻と口の。なんて言おうとしたんだっけ？今日ね、寝る前にね、なんか話したいこと思い出したんですけど、忘れちゃった。なんだったんやろ。長くない？嘘。なんか埋まってる今日、めっちゃ。鼻がめっちゃ埋まってる。やっぱむくんでるんや。今日は。スパーク翔一さん、だるまありがとう。トヨタさん、ハートありがとう。なんか話そうとしたのに、やばいよ。え、なんだろう。何かも気になるのに、話そうとしたのか。何ですっけ？あ、そうだ。あ、多分これ話そうとしたこととは違うけどさ、
みんな、ツイッターのね、初めてね、ツイートしたね、画像がね、2000いいね超えてたよ。2200いいねぐらい来てたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ミシさん、いいね、ありがとう。ケンちゃんさん、ありがとう。ありがとうございます、皆さん。びっくりした。ツイートで2000いいね超えるの初めて。星、コジさん、ありがとう。レインボースター。ウォルさん、いいね、ありがとう。ね、ツイート見てね、私の配信見たら顔ちゃうやんけってなりそう、今。2000いいねね、超えると思わんくって、ありがとうございます。皆さんの一個一個のいいねが。しおちゃん、ハートありがとう。3周目回収お願いします。ありがとうございます。フォロワー5000人こ、あ、もう超えてました？ありがとうございます。嬉しい。ね、びっくりした。なんかね、なんかその固定ツイートのね、インプレッション、ツイート表示数が15万超えてて、多分、びっくりした。ほんまに。皆さん、どう？8期生がツイッター始めたの。どう？ツイッター本当に便利ですね。マジで便利。ツイッターしか勝たねえ。こんにちは。本当ツイッター助かってる。ね。あ、みんな、名前ホワイトボードにしてくれてる方とか、ホワイトボードってリプしてくれた方、ありがとう。なんかガチでホワイトボードにしてくれてる人がね、何人かいて、めっちゃ笑っちゃった。ありがとう。ホワイトボードポン。ね、見たよ。見たよ。私はね、見ました。ちょくちょく名前に、ホワイトボード。アットマークホワイトボード。そう、ブログ今日更新します。ブログね、時差がすごいから、こういう告知とかで使うのはめちゃめちゃやりづらい。インプレッションって気になるもんなんですね。なんかね、SNS 講座でね、学んだんですよ。誤爆でもね、他のアカウントないから誤爆ないと思う、多分。でもなんか、あやかのさ、普段の感じでさ、なんかさ、なんか、なんか普段の感じでさ、ツイート、モバメみたいな感じのさ、ことをツイートしたら誤爆って思われそう。ハート、あ、シロちゃんありがとう。テンションが多分思ってるのと違うって思われそう。そう、アニメのツイート動画したいんだけど、した方がいいのかな？レミさん、ハートありがとう。いや、マジでツイッターめっちゃ便利。ほんまに。みんなもさ、コメントとかさ、しやすいよな。え、なんか、普通にいつものテンションのさ、ツイートは、せん方がいいかなって思ってるんですけど。あ、バラ、西さんありがとう。病院ある。なんで、あるだけ星投げて病院行きます。ありがとう。気をつけてね。ヒッチさん、レインボースターありがとう。な、ツイッターリップ送りやすいよな。やばい、字がまたボロボロしすぎた。大きな M さん、ハートありがとう。もまめもね、なんかリアルタイムでね、送れないのでね、多分、結構時差あるので。ケンさん、かわいいスタンプありがとう。野原しんのすけのすけさん、ハートありがとう。もまめはね、なんかもまめでしかね、さらしてない。変なね、ツイートがあるので、変なツイートじゃない、変な、
変な感じなので。インスタは綺麗にしとかなきゃだけど、ツイッターは適当でいいから好き。ツイッターも綺麗にツイートしてみよう。寝坊してタイミング逃して星2周しかできなかった。いや、全然ありがとう。私も寝坊したし。野原しんのすけのすけさん、ハートありがとう。しろちゃん、ハートありがとう。韓国語、ハングル、クモさん、ごめん、読めないんだけど、この前ね、シオさんに翻訳してもらいましたよ。何しよう、キムチチンチマシソヨ。ヤッホー。レレンドちゃん、メールありがとう。カラオケか、こんにちは。カラオケ？いいの？カラオケ配信して。綺麗なツイッターなんてツイッターじゃない。まあ、それはわかる。ツイッターはね、自由だもんね。でも私は綺麗なツイッターにしたいんです。こんにちは。てんちゃん。スター。レインボースター、ありがとう。綺麗なリップクラウド。え、いいよ、もうなんか、ツイッターなので草生やしまくったリップがいいよ。リップがいいよっていうか、皆さんの自由で。シロちゃん、ハートありがとう。やばいな、顔マジでむくんでる。お上品なコメント送ります。やばい、薄の肌でやったら痛いやろな、多分。マッサージ。まあ、モバメはね、もうね、めっちゃ緩いと思うので、結構。いつきさん、かわいいスタンプありがとう。首凝ってるの？凝ってます。ほら、肩だけど。草生やすリップは美しくないで鼻隠しときます。お、面白。え、じゃあ、わらわらのところをさ、鼻の絵文字パーってつけるってこと？なんかめっちゃご機嫌麗しい人みたいやん。リップをどれぐらいの頻度で送るか悩んでる。え、なんかね、全然送りたいときでいいよ。なんか別、返信思いつかない時とかは全然大丈夫。なんかもう好きなようにしたらいいんだよ、みんな。そうだよ、好きなようにしよう。コウジさん、ハートありがとう。アベベさん、だるま、ありがとう。こんにちは。これやばい、三度寝の予感するわ、やか、今。死ぬ鼻、無理、待って、もう本当にさ、草をさ、花で実践してる子がもういるんだけど。めっちゃおもろい。マックさん、本当ありがとう。寝起きですか？寝起きです。シロちゃん、本当ありがとう。待って、もう花使ってる人いる。めっちゃいいやん。ごめん、ハングル読めない。韓国語。なんやろう。全然わからんのよ、なんやか。なんやろ、セイグチュッカイ。誕生日おめでとう。誕生日じゃなかったら、どうしようもない。ホワイトボード。ありがとうございます。ホワイトボード。やばい、みんな花咲かせて面白い。ケ ンちゃんさん、本当ありがとう。シロちゃん、本当ありがとう。バラだと告白っぽい、確かに。アメビさん、タコありがとう。こんにちは。キンキンさん、バラありがとう。めっちゃ笑ってるってこと？今。気分によって鼻の種類変える。いいね。変えて。あやか、韓国語で話せることはありますか？
チョヌ・サクラダ・アヤカ・イムニダ、しか話せない。待って、本当に、ラーメンちんちゃましそよ。しかわかんない。どうですか？多分、いい感じ。コウジさん、本当ありがとう。悲しい時はそれ使う。あ、いいね、散ってるやつは。ちょっとね、韓国の方を見てくれてるんだったら、もうね、韓国語も勉強するしかないですね。絵文字で私の名前を表してる。確かにね、私、絵文字で表しやすいですよね、私は結構多分。ね、ハイビスカスはどういう気持ち？トロピカルってこと？いつも楽しそうだもんね。あ、ベベさん、ハートありがとう。シオンさんとよく遊んでください。オッケー。シオン先輩。シオンに、なんだっけ、サランヘ。上手？本当？ホワイトボード、ありがとうみんな。めっちゃ面白いみんな。鼻使ってるの面白い。入らせてね、それ。で、これ何が元ネタなんてなったら、NMB48 のなんか8期のこのショールームでこれ決まったらしいよみたいな。草定着させた人すごくない？ エリちゃん、ありがとう。カムサハムニダ？ あ、キクヤさん、ありがとう。やっぱ字が見えないよ。韓国語の発音いい？本当ですか？イカゲームめちゃめちゃ見たからかな。 それともシオンさんに、ちょっとね、シオンさんにね、たまにね、これ韓国語で何て言うんですかって言って、韓国語をちょっと聞いたりするからかな。え、バズらせるよ、このわらわらを花にする。草生やすんじゃなくて花咲かせよ。ハートありがとう、キクヤンさん。こんにちは。いつきさん、ハートありがとう。スパーク正一さん、バラありがとう。最初間に合った。ありがとうございます。本当に寝坊して、すいませんでした。いつもね、時間ぴったりに始められてるのに。もう待って、もう悔しい、急に。情緒やばい。情緒やば。こうなってる。5年後流行ってそう。じゃあ私もう25歳じゃん。話終わりました。ありがとうございます。鼻。うわ、なんか手でこうやったら、なんかちょっと気持ち悪い。なんか手でさ、思い出したけどさ、ロビンってさ、なんで鼻の実なんだろうね。5分遅れまでは遅刻じゃない。あ、本当に？よかった。2位まであとちょっとだ。あとちょっとだ。ちょっとあと10分だから、頑張りたい。なんか、あやかくやったら変、これ。わかる？あと3分。あれ？今日寝坊したから、あれなんですよ。38分までなんですよ。今日はね、35分までやから、35分までやったけど、寝坊したので、38分です。そしたらちょうど35分。もっちゃんさん、最初ありがとう。そう。
とね、9分あります。ファイト。修造さん、ありがとう。星海おじさんがバナナ飲みやったらやばかっただろうね。花花飲み。何おじさんだろう。何おじさん？みんな、手でかいおじさんが花花飲みだったや。もう待って、無理。ごめん、ちょっと想像したらめっちゃおもろかった。ごめん、マルフさん、レインボースターありがとう。顔やばい、めっちゃ。笑ったら変だった。ミユさん見てどう思う？ミユさんマジで可愛い。あと、ちょっと私キモいんですけど、いい匂いしますね、ミユさん。好きです。てか、この前の階段一緒に共演できて嬉しかった。めっちゃおもろいよな。めっちゃ好き。なんか配信さ、まあ、YouTube にアップされるやん。あれおすすめ出てくるんですけど。なんかたまに見ちゃうもん。かわいいし、おもろい。配信またグッドスプーン行こうと思って、え、いいね。ヤニムチキン美味しいですよ。みもりんさん、レインボーさんありがとう。みんな悪魔の実食べて能力者になるのは何がいい？何がいいですか？悪魔の実。みんなワンピース知ってるのかな？花咲いてる。ちょっとごめん、手でかいね、おじさんが。手でかいって、もうめちゃめちゃ手でかい人やろ？手だけバーンってでかい人やろ？その人のさ、その人が花々の実やったら、っていうのを想像したら、受けた、あやかの中で。アブサロのね、スケスケの実？ノロノロ誰だっけ？待って。あれ？鼻が長い。イアンっていう人のボス？人のみモデル彩香がいい。それめっちゃ何もできんね。エネル。ああ。なんだっけ、雷か。我は雷。白ひげ、黒ひげ、白ひげ、あれだ。グラグラのみや。おお。スケスケなんで人気なの？水マーベルも手でかい。誰やろ？フォクシー海賊団、それ！やばい、めっちゃ詳しいやん。三条市、あ、わかる。かっこいいよね。なんか最初はね、なんかちっちゃい時はね、そうでもなかったんですけど、なんかだんだんね、年取っていったら好きになっていった。あんな紳士なね、人はすごいですよ。しかも足だけで戦うってシンプルに強くね？キツネ。そう、フォクシー。手遅れたけ2週と50巻とかにありがとうございます。アルビダスベスベのミネいいよね。タシキちゃんかわいい。わかる、タシキちゃんかわいい。もくもくスモーカーさん、スモーカーさんだっけ。かっこいいよな。もうやば、なんか全然最近読んでないから。三大将の中で誰が好きですか？え、もう圧倒的にクザン。青生地が好き。マルコが一番好き。え、なんか癖強くね？好みの。そんなことないか。ボンちゃん、ああ。ミスター2、いいよね。ボンクレ。ボンクレの T シャツ持ってますよ。ボンクレのね、T シャツ。どっか行ったんやけど、ね、ワンピース面白いのでね、読んでください。こんにちは、シロちゃん、ハートありがとう。あのね、ワンピースね、そう、ちょっとみんな、あ、トドマルガーローが好き。わかる、アーカも一番好き。最近の一番推し
しゅうちゃん、ハートありがとう。あのね、あれなんですよ、ワンピース。なんて言おうとしたんだっけ。ワンピースさ、読んだことない人は、もうね、見るのめちゃめちゃおすすめするんですけど、なんかまあその、漫画とかアニメで見るのがね、まあ一番いいと思うんですけど、やっぱ時間なかったらね、もう、エピソードオブなんちゃらをね、見ましょう。ほびほびのみ。ほびほび。あれか、シュガーか。かわいいよな。映画見に行きたい。ほんまに。シュガーかわいいけどさ、本当は結構年齢年上なのが面白い。次は6時に会おう。そうだね。ちょっと壇上を読みます。13位、しろちゃん。ありがとう。12位、にしさん、ありがとう。11位、チキン南蛮さん、ありがとう。10位、スパーク翔一さん、ありがとう。9位、いつきさん、ありがとう。8位、キンキンさん、ありがとう。7位、フレンドちゃん、ありがとう。6位、修造さん、ありがとう。5位、総裁担さん、ありがとう。2位、ミモリンさん、ありがとう。3位、アベペさん、ホワイトボード、ありがとう。草めっちゃ、草じゃない、花めっちゃ生やしてる。2位、ウォルフさん、ありがとう。そして1位、トヨタン、ホワイトボードさん、ありがとう。ホワイトボードになってるみんな、ありがとうございます。スタバに行ったらいつも何を飲むの？バラバラです、めっちゃ毎回。期間限定のやつが飲みたかった、それも飲みますね。おすすめは、バニラクリームフラペチーノにチョコチップ追加。メロン飲んだ？飲んでない。韓国コーヒー、わかる。洋菓子マヘンめっちゃ好きやで。ワンピースを語る配信、それはね、やりたいけど、ワンピース見てない人も結構いる気がする。ありがとうございます、皆さん。寝坊してすいませんでした。本当に。ごめんなさい。メロン美味しかったですか？飲んだ？みんな。また、次は夕方にやります。ちょっと次短いんですけど。寝坊したっていいんだよ。やば。マルコいるやん。一番大体調おる。かっけえ。夕ご飯食べてね。ありがとう。どうしよう。なんかちょっと時間調整もね、した方がいいんかな。様子見て。ワンピースは途中で脱落した人多そう。確かに、あやかのパパは、魚人島でちょっと見るのをやめてました。まあ、人によるよね。38分だ。じゃあ、ありがとうございました。皆さん、本当にありがとう。じゃあね。じゃあ次は6時に配信します。バイバーイ。